あれいつだ、9月の12日の、全日本プロレス名古屋大会ですね、名古屋国際会議場でのチャンピオンカーニバルの開幕戦の、第2試合目に出場した立花聖吾、まあ、僕の射程ですね、その立花聖吾、その僕の射程が、右足首を脱臼骨折してしまいまして、左足首を脱臼骨折してしまいまして、でですね、まあどんぐらいの欠場期間になるかはわからないんですが、今お休み中ということで、そいつを今日家までわざわざ迎えに行って車に乗せて、でね、松葉杖とか持ってあげて、ニコプロの階段をね、もうあれ20何段ある階段をね、こう手伝って一緒に登ってあげて、わざわざここまで連れてきてあげました。その立花聖吾から、これからのこと、そして近況報告を、まずしていただきたいと思っております。はい、来いお前、何がしゃだよお前、どけどけおらどけどけおらこの野郎、おらお前今そんなことしたらな、俺もう本当にや俺が何かしたら、俺もう一人で帰ったらお前すんげえこと、まあ、確かに多分お前今一人で帰ったら俺はもう本当に何もできなくなるから、何もな、椅子、お前椅子に座るのもむずいだろ、これ俺が引いてあげればすぐ座るんだけどな、今引いたらなんで戻すの、なんか喋んなさいよ、なんで座ってお前これ公開のパワハラだぞもうここまで来たらお前なんだっすじゃん、足折れてるやつ座らせないってどういうことだよ、座らせてやるよ、あ痛い痛い、ほらお前左足がお前左足入っちゃったよお前、椅子の中にお前サンダルだから、痛い、椅子のキャスターに指挟まれた、聞いてお前、俺関係ねえだろ、俺関係ねえだろ今の、いいんだよお前、ちょっとお前椅子座らせてやるから、いいよマジで、そんなお前怪我に入ってんの、お前なそこまで怪我してるやつがな横にいるとまあまあ引くんだよお前もう掛けとけ足に、お前足は映ってねえだろほぼ、お前足よ、あ、ありがとう、足乗っけろ、もうお前足乗っけたらやばいだろお前、何こういうこともできないの、それはできないな、まあできないのか、俺が今これが限界だな、これが限界、まあ怪我人だからな、いてはい、いてて、どうですか、どうですか、もう何もないよもうマジで、もうとりあえずその緊急入院だろまず、うん、その名古屋で試合で怪我して、うん、ですぐ救急車で運ばれて、で結構な、まずなんだっけな、虚骨脱臼骨、これで喋るの10日ぶりぐらいだもんね、もうむちゃくちゃ、うん、もうだってもう家から一歩も出ねえもん、だって喋り方忘れてるもんね、うん、まず人と喋るなんか、うん、もう本当まずなかったからな、うん、ほぼ骨折れて、脱臼骨折で、今日久しぶりに自分が怪我した瞬間に撮ったレントゲンを見たんだよ、うん、病院で、うん、むちゃくちゃエグかったないやだってさ、俺さこれさ裏でさ、うん、こうまあ要はさ入場口でさ、うん、マジでさ、うん、まあまあこんなことをね、だまあ言うのもあれだけどさ、まあ、ちゃんかんのね試合前に、ジェイクリートの試合前に、俺一人で運転してきたろ、そうだな、お前が後ろでなんかペチャクチャ喋ってよお前も一緒に喋った俺も一緒に喋ったけど350キロ俺が一人で飛ばしたわけだ、でまあちょっと疲れたなみたいな感じでこうやってね、あ見てたな、入場幕でこうやってもう寝ながら見てたろ、こうやってお前の試合で最後さわーってさやっててさ、で変な話、足のもさ一番端っこからこうやって見てたわけだよ、で俺はねうわ乗ったわとかって思ったけど、まあ別に大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、それ足のがふっもうつって遠くから俺の方を見て
やばいみたいな、はいはいはい、で戻ってくるじゃん。いやいや嘘だろ、それ嘘だろ、もうマジじゃん。まあマジだったな、むちゃくちゃマジだった。でも俺まだ信じてないじゃん。いやいや大丈夫だろだって、まあまあちょっと足首言わしたぐらいでしょ。ああま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 あそうだな、うん、実際、うん、まあまあ確かに、うん、でお前靴脱いだじゃん。ああ靴脱いだ、マジで終わったと思ったもんね。ドン引きで、あのさ、もうこれ、これはなんか言っていいっていうかさ、まあよ、レフリー、その時試合のレフリーとか全日本の営業のスタッフとかがな、こうバッて来て、で岡田とかもこう来てくれたんだよなっつって、でとりあえず靴脱がそうっつって靴バーって脱がして、それまでこいつはもう、まあ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 、そうさっき言った通り、まあ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 っつって、でみんなで割ともう周りのみんなは靴がもう行ったらこうなってるわけだ、まっすぐ足って、それがもうちょっとこうなってんだよ、靴がすでに何も近く、まっすぐの状態、靴がこうなってんの、もうで45度か50度ぐらい曲がってるわけじゃん。でもこいつなんか足曲げてるなみたいな思ってたもん、分かんない俺こいつ大げさやってんなみたいな、で靴バーって脱がして、靴下を靴バッて取った靴下の状態でもこうなってるわけじゃない。そしたらこいつむっちゃでかい声で、うわこれ折れてるわ折れてる折れてる、いやもうびっくりしちゃったの、パニックだよ俺、お前だけ俺、まあ、折れてる折れてる、これ終わった終わった、誰に言ってんのか分かんない、もう誰に話しかけてんのか分かんない、ああ折れてる、おダメだ折れてる折れてる折れてる、で俺さ人生で初めてね、うん、人生で初めてその遠くの足のに、足のさもうちょっとさ怖くてさ、こう遠くからさこう見ないようにしてるじゃん、あどっちどっちみたいな、どっちなのみたいな、で俺足の方振り向いて足がこっち見てって、俺初めて、うん、初めてマジの初フィニッシュ、初フィニッシュだよフィニッシュってお前初フィニッシュ、今まで散々言ってきたんだ、言ってきたけど一番説得力のあるフィニッシュがお前の卓球骨折だった、ふざけんなよふざけんなよ確かにもうあの時俺自分の足見て俺も終わったって思った、お前もフィニッシュだと思った、あーこれはもう終わったって思ったもん。でよお前次の日よ、で結局さその日さむちゃくちゃ飲んだんだよお前が楽しみにしてたなそうそうな、そうそうな、むちゃくちゃ飲んじゃってさ、むちゃくちゃ飲むって話をしてたからな、うん、でもう試合後に最高お前の病室で飲もうなんて話もしてたんだけどお前が来れないからな、まあこんな情勢でな、こんなこと言うのもあれだけど、お前の病室で飲み行ってやろうでもその頃でもそのお前らがその何時か分かんないけど、一、うん、回とりあえず脱臼がひどすぎるってなって、脱臼を入れなきゃ日常生活の後遺症も残るぐらいの脱臼だから、とにかく脱臼入れようってなって、外科の先生がたまたまいて、でこう麻酔を打つんだよ、で行ったら肩の脱臼とかってもうこう人がこうやってパッて入れるみたいな、それの足首バージョンなんだけど、その人足首やったことないよお前なんでそんなお前でも怖えんだって、その足首の脱臼が前例がほぼないらしいんだよ、スーパーカボストロングマシン以来の足首脱臼、多分そうだかもしれない、でその人がレントゲンを見ながらこうやるからっつって、で俺は局部麻酔ってあるだろ、あれをバッて打つんだよ、で打つけどもう3分後ぐらいにやるからほぼ効いてないんだよむちゃくちゃ感覚あるんだよ、なんなら まだ動かせるぐらい指とかちょっと、でその状態でじゃあ行きます、すいません我慢してくださいっつって、こうなってる足をうわーこうグーって引っ張ってこうするみたいな、うわむっちゃくちゃもう初めて俺気を失うこと、いやマジで俺びっくりした、俺うわーってなってこうなってうめえ、もう初めて寒いのにむちゃくちゃ汗がバーって出てきて、泣きはしねえよ、泣かないか、でうーって病室で10分間言ってた、ずっとやばいな、 でも結局入んなかったんだよ入んなかったんかい、でも入んないけど、この脱臼を治さなきゃとりあえずいけないって、もうそっから手術することになって、緊急手術するっつって、最初は手術する予定じゃなかったなかったんだよ、それも怖いな、しかも手術する前にこの脱臼治んなかったらもっと大きい病院行ってもう一回手術しなきゃいけないって言われて、もう、うわ、もうマジで俺終わったなこれって思って、もういやこれ引退どころじゃねえって、もう人生が終わったって俺は思ってたもう、うわーもうやーってなってて、麻酔打つだろ、半身麻酔で手術したんだよ、でこっから
行ったらこっから下側は感覚がないんだよ。でこっから上は感覚があるんだ全然。でむちゃくちゃ触られてる感覚があるんだけど痛みはないわけだよ。でもう1時間結局2時間ぐらい手術して、1時間ぐらいずっと起きてんの俺もう怖くて。でずっとこうやってやってるの分かるのだけどもダメかなっていう声が聞こえるんだよ俺はもうこっちは起きてるからさ。うわもううわ本当に終わったよ俺もううわもう最悪だよって思いながらお前怪我楽しんでない。いや楽しんでねえよもう。うわもう俺これで本当にこの手術成功しなかったらもう引退しようぐらいな気持ちや俺はもう。だからもうどうしよう俺次何の仕事やろうって。でももうまあでも怪我した時は誰でも考えるそのあれだからね。でもどうしよう俺何の仕事しようこのヒゲ面坊主を雇ってくれるとこあるかなと思いながら。いやお前 そんなお前だってよ、しかも足首に後遺症残してお前でもお前足首の後遺症削るためにお前4ヶ月ぐらいかけてヒゲ面坊主をヒゲ剃ってあのスポーツ狩りにしたらいいんだ。まあ確かにそれはそうだ、確かに仕事することはそうだ。そうだよ、さあもうヒゲ剃って角刈りだったら足引きずっててもいいよ。ああこいつ真面目だなってなるか。なるよ。ひげ剃って角刈りならね。4ヶ月ありゃそうか。そうか。確か4ヶ月ありゃそうだな。そう。あそうそうそう。でもあともうこれね、立花さん少し痛いですよって言われたよ。何で？少しじゃないけど。かなり痛いですけど。我慢してください。ごめんすいません我慢してくださいってやられたよ。あれなんだっけなん。だからさ次の日さ結局お見舞いじゃないけどさお前の荷物とか取りに行ったじゃん病院に。会えなかったじゃん。まあ今こういうお見舞いに行けないじゃん。そうであれだろ結局土日月で月曜日退院予定だったんだろ。そうでも松葉杖を直接返しに行かなきゃいけないっていうのでどうだろうっつって松葉杖自分で手配するならもうすぐ退院できますよっつってアマゾンで3000円の松葉杖を買って病室にそれかこれアマゾンの3000円の松葉杖松葉杖それかそれが届いたのが火曜日で結局退院1日遅れたんだ。そうだ1日遅れたんだよ。もうで踏んだり蹴ったりもう名古屋もさこれもうダメこの話で俺2時間できるもうマジで足首の話で俺2時間できるからもうダメだ俺これ終わるな。だから行こうもう行こうって言われてるからさっきからせかされてるからもうそうやなケツがあるらしいからな。3000円の松葉で3500円とかでバイブがバイブが変形した場合は絶対に使用しないでください。バイブってどこパイプだこれとかだこれとかがパイプか、うん、変形したら、うん、もう使わないでください使っちゃダメっつ、うん、でももうまあ仕方ない。でもね本当にもう一つだけもう一個言いたいのは、うん、まだあんのかお前まあそうだよねずっとだってお前のお見舞いったらさもうリビングのもうテレビとソファーの間にこうやって寝てるこいつどこで寝てんだよお前でよ、お前の父ちゃんと母ちゃんがよ、お前イケメンさん、母さん、イケメンさん来たーってイケメンさんでいつもお世話になってますシュープロってさ、もうシュープロにこれサインしてくださいこいつがシュープロ、正直になった週に来てくれたからで、サインさ、してる時にさ、あの、親父がさ母ちゃん、お茶つけたよあ、大丈夫です。車なんでもうすぐ帰ります。あ、本当ですか母さんいや、あんな絵に描いたわね、家族はね、久しぶりに見た。確かにもう、で、言ったら雑魚キャラの家族みたいになってたから。で、お前はソファーとテレビの真ん中のに置いたその仮設ベッドでお前寝てて、お前。うわぁ。お前もうこれ誰だ誰だもう。なんだ、わ時間ねえよこれ。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。本当にこれ流せないよ全部。もうやばいよ。でなんで上に後の番組を出してもらえないか。もう一個のは何？もう一個のは何？これだけ。もうなんで？まあこれは本当マジでただ痛かった話なんだよ、うん。シャワーをこう浴びるってなるわけよ。うん、もうどうやって浴びるの？これ濡れちゃうじゃん。ここにビニール袋かぶせて、うん、でビニール袋をこう縛って、うん、テープ巻いてその上にもう一回水よけのテープみたいな水をよけビニールテープ巻いてそれでシャワー浴びるんだ。でシャワーしてこけるんでむちゃくちゃバーンって後ろもババーンってなってで痛ぇって思って足を
こう上げたでギリギリ。お前んちのあれ、ああいうのないの、あのオスベッドみたいな、こういうさ病院のベッドあるの、しかも病院のシャワーしてこげたの。で、バーンってこげるわけで、で、その看護婦の人忙しいから俺に付きっきりでできないわけで、で、ちょっと立花さん何かあったら呼んでくださいねみたいな、で、バーって言って隣に80代ぐらいのおじいちゃん、もっとこう、立って歩く歩行器みたいなのをつけて、その人もこうシャワー浴びてて、バーンってこけて、うわーって俺も言ったんだ。うわーって、そしたら歩行器のおじいちゃんバーンってちょっと顔向けして、どうしたんってこけましたって、こけましたっつって、そのおじいちゃん呼んでくれたの。お前20代のオッケー、ちょっと待ってろって、こうやってお前言う、ちょっと待っとけって言って、すいません隣のお兄ちゃんがこけもこけたんだけどお前、いやうわー、ごめんなさいおじいちゃんありがとうっつって、めちゃくちゃで、お前立てないんだもんな。俺立てもこっから動けねえ、こっちには寝返れるんだけど、そっからもう手すりもないから立てないんで、松葉杖も遠くにあるんちょっとな、もう歩けないんで。いやいや、だからお前これそうか、左足だろ。だ、俺その次の日にあの諏訪間さんとシングルでムーンサルト剣山を食らっちゃったの。ああ、はい、うわっつって、でもその時に諏訪間さんの膝グリってなった時につま先がリングに刺さっちゃってさ、左足だよ。でうわっつって、このお腹の痛みに勝ったの、痛すぎて。で俺もう終わったと思って、続いたと思って、左足ワンツーでいったわと思って、でうわ折れたと大騒ぎした。しかも親指で、うわもうで親指の骨曲がんないんだよ。で終わったと思って、もう裏戻って、うわもう本当終わったって、一人でずっと控え室で騒いだの。勝ったけど、そう、全日本の人しか心配しないの俺のこと。だからレッスル1にいたやつら誰も心配しないの。足のそう小玉クマ、あその辺なはと思って、いやちょ待てよと、お前らが結構頼りなのに。ああ確かにそうだな、みんな優しいんだよ全日本の人な。全日本のやつら優しかったな。痛いって言ってて、親指折れたって一人で騒いでて、結局そのままね、もう病院直行だよ一人で、車を運転してそのまま病院行ったの。そしたら折れてないんだよレントゲンで。で俺、いやでもこれ曲がんないんですけど親指みたいな、ほんと曲がんないんだよ、ほらここな。お確かに。で曲がんない、曲がんないって、針打ってるな、しかも。そうそうそう、で曲がんないって言ってて、じゃあ CT 撮りますって言って、ちょっと怪しいんでみたいな。で CT 撮って折れてないの、うん、えってなったら、親指じゃなくて小指の捻挫だった。あれもう指も違うし取れてないしで、先生小指ですかっつって、で親指は何ともないですねみたいな。しかも捻挫だし、そうで、あでも確かに親指痛くないみたいになって、いやもう親指が曲がんないことにも意識しすぎて、小指が捻挫してて、じゃあもともと曲がんないってことだ。そう、そしたらよくよく考えたら7年前に俺も親指脱臼骨折してんだよ、でも親指だからもうぐるぐる巻きにするやつ試合できんじゃん。だから休まず試合してたの、だから怪我してないことになってるけど、ここ骨飛び出ちゃったんだよ、ここバーンって。でそれで曲がんないんだけど、それを忘れてて、ああそれじゃ曲がんないのって欠場しなかった。ありがてえ、よし行くかよし、ありがてえ。それでは、みんながまたプロレスを好きになるスタートです。When the night has come and the land is dark, ne 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 ne, all the way by earth. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just long out as the sun sun by me.So darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand, stand by me, stand by me.